有事の際の防衛力の強化に向け、自衛隊や海上保安庁の使用を想定する特定利用空港港湾です。政府は昨日、熊本空港や熊本港など県内3つの施設を新たに選定する方針を明らかにしました。選定の方針が明らかになったのは、熊本空港と熊本港、八代港の3つの施設です。特定利用空港港湾とは、有事に備えて平時にも自衛隊や海上保安庁が円滑に利用できるよう選んだ施設で、多くとも年に数回訓練を行う想定です。政府は今年4月、北海道や沖縄など7道県の16の空港と港湾を選定。さらに熊本県の3施設や鹿児島県と福井県の施設を対象に加える検討を進めているということです。選定理由として、島嶼部が広範囲に広がる南西諸島や自衛隊の部隊などが近郊にある地域としています。県によりますと、政府は去年10月頃に選定を申し出、今日までに県や熊本市、八代市、益城町など対象の自治体に説明しました。各自治体の理解を得た上で、施設の管理者と確認書を交わすとしていますが、時期は未定だということです。はい、改めてですね、黄色の選定済み、赤の選定を検討を見ていきますと、九州地方に集中している印象を受けますよね。そうですね。南西諸島への警戒を強める姿勢が現れているとも見て取れます、ただ一方で心配なのが有事の対応です。政府の説明としては、この特定利用空港港湾の選定によって、武力攻撃のような有事の際に空港や港湾を必ずしも使用するものではない、そして攻撃目標とみなされる可能性が高まるとは言えないと説明しています。